上へ参ります。ドアが閉まります。上はどうなってんだろうな。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。なんだ。10階です。ドアが開きます。お前ら、おっ、悪くない。紐が冷えたぜ。通報されてないよね。そんな時間はなかったはずだ。上へ参ります。ドアが閉まります。また止まるかな。診断は階段を使え。階段をまた出くわしても速攻で片付ければなんとかなるだろう。早速おいでなすった。20階です。ドアが開きます。怪我はないか、ティファ。足引っ張っちゃったかな。なかなか上まで行けないね。階段に移ってもいいぞ。それはない。30階へ。ドアが開きます。気を抜くな、来るぞ。されただろうな。40階です。さあどっちだ。ドアが開きます。こっちは大丈夫。母さんこそ怪我はなかった。そっか、安心した。そんなひどいな。上へ参ります。ドアが閉まります。いや、まだ何も分かってないよ。アバランチがまたいつ攻撃してくるかわからないから、くれぐれも気をつけて。それと、シンラにも家族のために働いてる人がいて、帰る場所があって、待ってる人がいて、もちろん分かってたことなんだけど、なんだかきついな。善人なんだろうが、連中は自覚なき共犯者だ。そういう連中の意識を変える必要がある。自分たちの売ってる魔法が星の命に等しいってことを自覚してもらわねえと。そうなれば世界は変わる。総会で聞いたよな。ティファ、エアリス救出に集中しよう。そうだね。59